オット・ウェルンストレーマーは、ドイツの陸軍軍人。少々、ドイツ国防軍最年少の将軍の一人で、相当護衛旅団司令官。第二次世界大戦後は、ホロコースト否認論者として活動し、ナチス残党のゴッドファーザーと呼ばれた。ノイブランデンブルクのプロテスタントの家庭に生まれる。家庭環境から、幼少時より軍人を志す。13歳で、 青年団活動に参加して、頭角を表し、軍への入隊志願の際には、陸軍の長老アウグストフォンマ・マッケンゼン元帥が、骨折りの老を取ったほどである。1933年、士官候補生として、第四不評連隊に配属される。二度結婚し、最初の妻との間に、次男カズメを設けた。クーデター鎮圧後、 ラジオの取材に応じるレーマー1939年の、ボ、西方戦役では、第9走行士団で、自動車化不評法中隊の指揮を取る。この部隊を率いて、ユーゴスラビア侵攻やバルバロッサ作戦に従軍した。1942年4月、大尉に昇進して、グロースドイッチュラント士団で自走砲大隊長となる。間もなく、少佐に昇進し、1943年の、 第3次ハリーコフ攻防戦での選考により、騎士鉄十字章を受章。同年11月、325番目の白洋付騎士鉄十字章を受章した。東部戦線で重傷を負ったことにより、1944年に、敬語大隊、グロースドイチュラント司令官として、ベルリンに転属となる。この部隊は、ベルリン防衛司令官、パウル・フォン・ハーゼの指揮下にあった。ハーゼは、 ヒトラー暗殺計画に参加しており、ヒトラー暗殺後のクーデター計画、バルキューレ作戦では、レーマーの代替が艦長外を封鎖する手はずになっていた。7月20日に計画が実行された際、レーマーはアドルフ・ヒトラーに忠実であったが、一度はハーゼの命令に従い出動した。これは、命令は命令という軍人としての規律に従ったためであるという。ところが、 レーマーの大隊にいた元宣伝省職員、ハンスビルヘルム・ハーゲン隊員は、ヒトラーが死んだという発表に疑問を持ち、ヨーゼフ・ゲッペルス大臣に真相を確認するよう、レーマーに提案した。ゲッペルスは、レーマーと、総統司令部との電話連絡を取り持ち、ヒトラーの生存をレーマーに確信させた。ヒトラーは電話で、直接レーマーに反乱鎮圧を命じた。鎮圧後、 レーマーは二階級特進で大佐に昇進した。1944年11月、レーマーは7月20日事件後に新設された、総統護衛旅団の司令官に任命された。レーマーはこの部隊を率いて、バルジの戦いに参加。翌1945年1月、レーマーは32歳の若さで少々に昇進し、ドイツ国防軍最年少の召喚となった。3月、 相当警護士団はラウバン奪還作戦に参加する。しかし士団はエルベ川東方でソ連軍に包囲された。レーマーは4月22日に士団に対し南西のドレスデン方面への突破を命令したが、障害物が全くない、開けた地形での無謀な脱出戦により、士団は銃装備すべてを失い、兵士のみならず一緒に疎開した一般市民が一方的に ソ連軍の猛砲撃にさらされた数が犠牲になった。レイマー自身は私服に着替えて西方に脱出し、アメリカ軍の捕虜となった。レイマーら社会主義帝国等の首脳レイマーは、アメリカ軍からの地にイギリス軍に引き渡され、1947年に釈放された。西ドイツのファレルに住み、石膏の修行をした。一方で、政治活動に投じ、ホロコーストを否定する。 歴史修正主義の活動に従事することになる。ドイツ保守党を除名された後、ドイツ社会主義帝国党の共同設立者となるが、1952年に連邦憲法裁判所によって協力関係にあったドイツ共産党とともに活動禁止となった。この社会主義帝国党はその反米姿勢からソ連の資金援助を得ており、レーマーはもしもソ連がドイツを侵略するならば、 自分たちを交通警察官と位置づけ、ライン側への行き方をロシア人に教える、ロシア人ができるだけ早くドイツを通過できるように手を広げるとしていた。ヒトラー暗殺計画の参加者たちを国家反逆者と表現したため、1952年に懲役3ヶ月の判決を受けたが、レーマーは国外に逃亡し、エジプト大統領が回るアブデルナーセルやシリアの軍事顧問を、 長年務めた。その後西ドイツで極右活動家ティース、クリストファーゼンの主催する集会で講演を行った。1983年に極右集団、ドイツ自由運動を設立し、1989年まで代表を務めたが、1991年に離れている。また1983年には、リスベート・グロリッチュと共に、 ウルリヒホンフッテンの名を冠したシンファーシズム集団、ウルリヒホンフッテンともの会を設立し、言論活動を行った。民衆戦闘罪、名誉毀損罪による逮捕を避けて1994年にスペインに逃亡したが、当時スペインには、ホロコースト否定論に対する刑罰が制定されていなかったため、ドイツ側の引き渡し要請は1996年に拒絶された。 翌年スペインのマルベイヤで死去した。インスイクロープディア・オブ・モダン・ワールド・ワイド・エクストリミスツ・アンド・エクストリーミスト・グループス、スティーブン・イーア・トキンズ、グリーンウッド・パブリッシング・グループ、2004?ISBN0 から313324859、ISBN9780313324857、P273 から274、レーマー自身は、 ナチス島に所属したことはないが、戦後のメディアでは、ナチス党員といった、誤った報道が散見される。インスイクローピディア・オブ・モダン・ワールド・ワイド・エクストリミス・ッツ・アンド・エクストリーミスト・グループス、スティーブン・イーア・トキンズ・グリーンウッド・パブリッシング・グループ、2004? ありがとうございます。